はい、向こうフィットネスです、今日はですね、外練で僕が絶対に、肌身外せないものを3点、ご紹介したいと思います。それでは始めましょう。はい、ですね、ヘルメット、アイウェア、サイクルジャージ、ね、ビブパンツ、まあ、これは当たり前ですよね。自分のそのサイクルウェア、これはまあ裸で走るわけにはいかないですからね。もうね、それをやったらもうあれですよ。もう事故ですよ、事故、本当に。そういうことではなくて、他のみんなは、それを別に必要としてないんだけど、自分にとって絶対なきゃいけないアイテムあるじゃないですか。それを僕はちょっと、皆さんにシェア しようかなと思ってご紹介します。はい、まあ、じゃあちゃっちゃといきましょう。まあ、薄々僕の動画を見ている方は薄々もうあれでしょって、分かってる方はいると思うんですけど、まあまあ、見てください。はい、まず一つ目、はい、これですね、リストバンドです。はい、まあ、僕は今こう今持ってるのはちょうど出したのはナイキなんですけど、他にはヨネックスのリストバンドを持っていましたり、まあ可愛い柄のやつがあったらいいなと思って、で僕はこれものすごい必要性を感じてるんですよ。まあ冬は鼻水出るわ、よだれは出るわ、涙、夏はね、汗がね、目に入ってくるんですよ。で、塩気がある、汗が目にサッて入った瞬間に、もうね、どうも、もう、それこそもうトレーニングの集中切れちゃいますからね。もうそんなんのあったらもう嫌なんですよ。で、サイクルグローブのここ、ね、拭く方もいるんですけど、まあ、別にそれがいい悪いは言いませんよ。別にそれでいいなら全然いいんですけど、僕はね、やっぱりこのリストバンドで、拭くんですよ、顔を。これはもうないと、もう、あれですね、なんだろう、もう、なんも出てこない。何も出てこないんですけども、必須なんですよこれ。もう絶対に必須です。もしね、これつけてない人がほとんどなんですけど、これはね僕にとっては必須で、なんか分かってくれないかなっていうものの一つですね。はい、でこれの裏テクではないんですけど、僕ってほらいつも見た目って言うじゃないですか。で僕バイクが汚れてる、もう練習中汚れるのは仕方ないですよね。でもうウェットの日なんてもう自転車はもう結構もう速攻汚れるじゃないですか。でも僕それがもう嫌なんですよ、練習中でも。なので、裏返しにして外して、で休憩中とか裏返しにしてちょっと水を浸して拭くんですよ、自転車。はい、でまた綺麗な状態でまた再出発、はい、補給食食べてる時とかに、っていうところがあんで、もうこれはねもうね絶対にいつも、持って行ってます。で次なんですけど、これです。はい、まあ、ちょっと反則かな、靴下。はい、まあ、僕が使用してるこの大好きな、RL ソックスですね。はい、まあ、以前にもこれご紹介したんですけど、僕が持ってるモデルは 550R、はい、でまあね、とにかくねここの見えます、はい、ここにねグリップ、ここにね透明なキラキラしたのありますよね。はい、このグリップがもうものすごい良くて、であと、はい、かかと見えます、かかと、ここでかかとをここになんか線が見えますよね。これかかとの部分なんですけど、かかとというか、なんかアキレス腱のところ、はい、ここを、キュッと絞ってる、機構になってます。で僕の 550R は
このアーチ、まあ、一応これアーチ、土踏まずですね、もうちょっとキュッと絞れてるんですけど、どうやらね他のモデルはねもっとこうキュッとしてるようなんですよ。で僕のもまあそれでもちゃんとキュッとしてくれるんですけどね。でまず滑らないっていうのがものすごくいいんですよ。中でズルズルいかないっていうのもいいですし、まあ、特にこのアーチのことも考えられてるのがものすごいね長距離乗ってて、もうね なの違いは自転車乗ってる時の違いももちろんあるんですけど、僕は特に感じるのは終わって帰ってきてでオフ完全に家でゆったりしてる時に違いが出てくるんですよ。もうねアーチがものすごい普通の靴下だとやっぱりねだるくなってくるんですよ足が。でこれランナーの方は特に自転車の方よりもランナーの方特に分かると思うんですけども、もうアーチが下がってくるじゃないですか夕方とかって。まあね、それでの疲れってものすごく不愉快なんですよね。で自転車もそうで、やはり長時間乗ってで帰ってきてでねもうね夜とかになってくるともうそのだるさが出てくるんですよ。でやっぱり長距離ロングとか走った時、このずっとアーチをサポートしてくれることによって自転車が終わった後もなんかねスッキリ感あるんですよ。これちょっと微妙なとこなんですけど、その微妙さがでかいんですよ。はい。だ特に僕みたいにロングとか走る、人とか、今日は気合入れて何百キロ走ろうって方は、特にこれね、すごいおすすめです。もちろんレースとかは当たり前にいいに決まってますけど、これはね、なきゃないでダメなんですよ。はい。だ僕はもうこれね、必須です。だから何でもいい靴下じゃダメなんです。はい。で、値段もこれ1900円ってね、意外、まあ高いですよ。靴下で1900円って。ね、100円ショップかなんか行けばね、まあ100円ですからね。19足買えますからね。だからそれをどう取るかですよ。でも僕はもう、こっちを取ります。はい。僕本当は他のモデルも欲しかったんですよ。もっとこのアーチがキュッとしてるやつがあるらしいんですよ。ラインナップで。だけどね、緑がないんですよ。で、550R はもう、僕の緑好きの緑のラインナップがあるんで、なんでこれだけに緑なんだろうかななんて思ってるんですけど、他のモデルにも緑出してください。絶対見てないんでしょうけどね。お願いします。はい、で次、ね、ラストです。はい、もうこれはね、もう皆さんね、もういいよって感じだと思うけど、まあまあ聞いてくださいよ。じゃじゃーん、これです。はい。はい、皆さんご存知の通り、これです。はい、アフターショックスの、骨伝導ですね。はい。もうこれですよ。もうね、これがないと、もうね、なんだろう。もう絶対取り帰りますからね。もう絶対に忘れた日には。まあもう、散々紹介していいって言ってるんで、まあもう、今更いいって言う必要ないんですけど、他の、外部の音も聞けて、まあ安全じゃないですか。音も、流れてくる音が、ものすごく強調しすぎてないっていうバランスさ。はい。いい音、もういい音ですよ。はい。ただ、ちゃんと、普通に耳を塞ぐタイプからすれば、チープはチープなんですけど、そのね、加減がね、いいとこなんですよ。ロードバイクも、ジョグもそうですけど、まあ、基本は、肝はスポーツじゃないですか。そこの、なんかね、サブとして曲が流れてる感じがバランスがいいってとこなんですよ。うん。耳にね、完全に塞いじゃってやるのはもう完全に音がど真ん中に来ちゃうじゃないですか。うん、もう音楽があって、で、そう、音楽を中心にしたいならそれでいいんですけど、スポーツとかそういうなんかね、何かが、元があってバックとバックミュージックとして聞きたい時にはもうこれ最高なんです。はい、集中をね音楽だけに持っていかないようにね。だまあそれがまあある意味骨伝導のメリットなんですけど、骨伝導のデメリットとして音がチープなんですよね他のやつって。だけどねそのねチープな感じがねないんですよ。どっちあるとかないとか
チープだ。だからいい加減なんですよ。いいところなんです。チープすぎず、チープじゃない。難しいところなんですけど、もうこれ聞けばわかるですよ。もう飲めばわかるみたいな感じですよね。ごめんなさい、めちゃくちゃふざけてるでしょ。はい、しょうがないですよ。160キロ走ってきた後なんで、ちょっとね、こんな感じなんですよ。はい。で、ですね、自転車で、僕、この3点を言いましたけど、特にこの靴下は、今僕、ウェイトトレーニングもやってます。で、ウェイトトレーニングで、レッグプレスという、種目があるんですけど、特に、レッグプレスはね、靴がね、ちょっとずれ、中でずれちゃったりするとね、なんかね、もちろんなんか危ないし、集中力もその中のずれで集中力も切れちゃったりするんですよ。で、やっぱりね、これウエイトトレーニングでも使えました。っていうかね、ウエイトトレーニングの人もこれめちゃいいですよ。はい。スクワットとか足の中絶対にずれないんで、そう。これね、逆にちょっとね、ローディのこの人たちがね、ローディの僕が、ちょっとウェイトトレーナーに物申したいです。これはいいですよ。もう、うん。これはね、いつもウェイトトレーニーの方から、なんかいろいろこうし、ね、こういう栄養がいいよとか、こういうサプリメントいいよって言われるだけですけど、逆にちょっと今回はね、言い返します。ウェイトトレーニーさん、これね、いいですよ。本当に滑らないから。はい、まあ、あるんだろうね。多分、それ用のいいやつがあるんでしょうね。はい。で、これもね、ウエイトトレーニングするときはいいです。やっぱり人がね、話しかけてくれるときに、やっぱりね、やっぱり、まあ、こう、完全に耳塞いでるよりはね、まあ、ちょっと人の話も聞けるし、かけながら会話もできますし、いいところだと思います。はい。まあ、ロードバイクでもいいですし、他の、ね、スポーツでも間違いなく使えるアイテムなので、この3つをご紹介しました。皆さんは逆に僕は、みんな使ってないけど、なんでみんなこれ使ってくれないんだろうな、これ僕しか分かってないんだけど、みたいなアイテムあったらコメント欄に寄せてください。僕もね、ちょっと参考にしてみたいなと思います。はい、皆さんでシェアしていきましょう。はい、そんな感じで、今日は終わりにしたいと思います。ちょっとでも楽しかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。